柏シワデケは日本古代の六世紀後半の皇族。生は新。名前はガオットと,ともいう。日本初期巻第十九によると、近明天皇三十一年四月、高栗の使者が越国に初めて漂着した際に、共王のために派遣された。この時、コウクの大使は柏シワのが、高貨の使いであることを知り、古史の国の地方皇族である道君を喫問し、 お前は柏での拝んだので、役人ではないと分かった。私を騙して取り立てた蝶を速やかに返還せよと言った。これを聞いた、慶子は、その蝶を探し出して大使に返還させ、慶へ戻り復命した、とある。初期末期、第21によると、その後、陽明天皇2年、天皇の宝御の後、日野と羊の乱では、蘇我馬子の側につき、 大連物の部森屋の軍と戦った。乱後、蘇我氏の血を引く皇族と接近し、娘の全部悟り木吉郎女は、聖徳大使の日となり、その妹の膝と古い集めは、大使の弟、木目美子の日となった。柏弟子は後に、高橋氏と、開始するが、奈良市京町高橋は、大使が宮を建てたイカるが方面へ向かうようち、石上区付近に近く、大使のイカるが戦宮を、 柏しわにより誘致とする有力な根拠となっている。奈良県生駒郡群イカルガ町の藤の木古墳の被装者は、柏で稽古だという説もある。ありがとうございます。